はい、夜の保護猫です。はい、シャー君ちょっと目つき悪いよ。おい、あ、お前ママ、それやったらあかんやな。こっちや、お前は食うんやったら食べ、それ。これね、今あれ、シャー子ちゃんここに入れたんですよ。朝言うてたようにね、シャー子ちゃんここに入れました。こんな感じでね、落ち着いてんやけどね。落ち着いてないね、やっぱり。おー、言うたんすわな。けどこの顔入れてね、撫でることはできるんですよ。ここでは怒るけどね、顔入れたら撫でることはできるんやけどね。もう目がピッコンね。はい、これでトラキチね、トラ、まあシャーコちゃんね、ちょっとまあこれでね慣れさせていきますね、シャーコちゃんのがまだ慣れる思うんですよ。誰かシャーコちゃんのがなかなかや言うてはったけど、それよりも慣れんのがねこっちっすよ。今日目薬ちょっと刺したいんけどね、網の中からね、網入れてちょっと手でチュッチュッとやったりしたりしてね、刺したりしてたんやけど、まあこの子爪切んの網、まあここからゲージ出すのにね、網で取って、そのついでにね爪切りしとったんですよ。ほんで結構かかれたけどね、僕も血出たりして。まあその動画がこちらです。はいはい、サブクロちゃん今網に捕まえて、あれだいぶちょっと暴れとったけどね、ちょっと暴れてんやけど、まだ興奮してますね。はいはいはい、はい、よしよし、爪子の間から切ってんやけどね、ちょこ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 。目薬もちょっと刺しとってんけど、私エラ怒るんですよ。何でやったらいいかな思ってね。痛いなお前。首根っこ掴んであれしてんの。無理っすね。爪がまだきついから。ほら。ちょっと出してみ、ちょっと目薬はね濡れたと思うけど、爪出してみ、これしか爪切りできへんわお前。大丈夫大丈夫、よしよしよし、大丈夫。なんでそんな怒るんですか。こんな感じでね結構怒るんですよね。今はまあちょっとね冷静になってるけどね。あらママな、ちょっと何も悪ないのね、ちょっと目こんな感じでね、と見えるかな、ちょっと見にくいね、こんな、あ、これでも見にくいね、目ちょっとね、まだ積もってんかな、開いたりもしてんやけどね、わかるかな、まだちょっとやっぱり開いてないね。それここは、翔子ちゃんと、モバちゃんと、あれですわ、マイルドちゃんはね、まだマシなんですよ。だから、一人で入れるほどでもないかな、思ってね。それでまあここで仕切りしてね、行かれんようにして、トイレ置いて、ね、一応、一部屋作りました。一応ね、これなんかあったらあかんからね、一個はここを開けてるんですよ。まあこれもあるけどね。うん、まあこんな感じでね。どないしたん、ドラギチ。どないしたんや、ドラギチ。おいで。ドラギチはね、もうだいぶマシなんやけどね。はいで、はい、はい。
匂うでしょ。おいで。はい、おいで、はい。おいで。怖がることない。怖がることない。はい。トラケちゃん、あ、そっちの方がいいな。そっち、はい。そっち行っていい。はい。よしよし。はい。はい。いい。なんか色合わせてくれんな、今日はお前。はい。うん、まだちょっと嫌か。よしよし、はいはい。はい、そこ行ったらだいぶな。よしよし、はい。はい、ほら。なんかここのがな、いいんやな。よしよし。うん、ええ顔なってきた、お前。うん、よしよし。甘えるなってきたな、ちょっと。な、よしよし。もうちょっとやな。かわいいっすね、うん、この子がね、慣れるかな思ったけど、やっぱりシャークよりやっぱり慣れやすかった ね、 ね、よしよし、うん、よしよし、よし、な、かわいいなお前、結構ごっついからかわいいっすよ、この子もな、男前やお前は。これ鍵、一応鍵ね。シャー君がね、ちょっとまだ。な、シャー君。シャー君。けどまあ耳はね、寝てないからまあ、頑張ったら、ね、なれると思う。あ、これ見え、ちょっと見えるかな。ちょっと開いてるんですけどね。あ、また閉まったね。はい、ママ。ママ。何や。まあ、おしっこも出てますからね。自分でちょっと出せるようにもなってるから、だいぶ調子ですね。膀胱もね、これ張ってないんですよ、結構。出てますからね。どうしたんや？トラキどうしたんや、うん、まあ、こんな感じで。マイルドちゃん。このね、家族もね、結構ね、この子始め、もっと無理かなと思ってたけどね。はい、家族おいで。ね、案がいけるようになったんですよ。よし。よし、うん、この子ほんまに最後まで捕まらんかったところでね、結構難儀したところで、結構ね、謎感がな思ったけど、この子の方が早かったからね、シャークちゃんとかより。ね、意外やったっすわ。まあ、ロシアンちゃんと、ね、この大きさの違い。むちゃくちゃ可愛いっすよ。これ、実際見たら、全然ちゃうからね、この写真、動画と。ブルーちゃんむっちゃちっちゃいからね。どないしたんや？誰泣いてんや？どないしたんや？あ、ママか。ママ泣いてん、うん。それでね、今日さっき、まあまあ、娘にもうたスタンドをつけ持って、だけど、昼間もやってんけどね、昼間もちょっとね、ブラッシングしとったんですよ。それで、ブラッシングで思い出してんけどね、ターミネーター、僕、嫁はんに頼んだつもりが、まだ、あれさ、サイズ、どれにするって言うてから、決めてなくてね、まだ、注文するの忘れてましたわ。あ、ケイマったけど。またね、ターミネーター頼んでね、ちょっとね、これからね、ケイね、研いだりしよう思ってんですよ。何や言うたらね、ちょっと毛玉作ろう思ってね、僕も誰かの動画で見たんやけどね、毛玉ちょっとこれから貯めてね、大きい毛玉作ろうかな思ってね。あれ、ママもまた飲んでる。あんな悪さすんすよ、ママ。まあまあ、ついでにこうあげたついでに、ね、ここに毛玉置いてんすよ。これ今こんだけ、昼間と夜、あ、さっきね、あ、でも、あ、ほらほら、昼間とね、夜、トイレこんだけなんですよ。一応シャークもこんなに入ってるんですよ。シャークもあれですわ、左で手で皮手でね、顔を押さえて、それでチュッ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 って右手で研いだりねして、ママとかね、うん、もうこの中に入ってるんですよ。それでロシアンちゃんもね、ロシアンちゃんも結構いけるんですよね、これ。ロシアンちゃんの動画ないからね、見ててくださいよ。
コツタタだね。ロシアンでも結構好きなんです。で、はい、カズちゃん。あれ、見えね。カズちゃんも結構好きなんですよね、これ。まあ、昼間これやったからかな。結構懐いてますね。それで、アメちゃん。アメちゃんもね、結構。はい、リック。あれ、ブルーちゃんね。はい、ロシアンちゃん。ロシアンちゃん結構好きっすね。まあ、こんだけしか撮れないけどね。まあ、昼間はね、A 面、B 面両方やっててんけどね。今ちょっとまあ、片手やからね。これをちょっと貯めていこうかな、みたいな。まあまあ、ないんや、今日は。まあ、そのね、向こうのね、あの、猫たちの、ちょっと、動画撮ったんですよ、ブラッシングの。ちょっと、ね、あれやりもつやけど、ね、うん、まあ、ちょっと歪んだりしてるけど、まあ、こんな感じです。はい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 、みっちゃん。はい、ランちゃんね、レイちゃんね、これ子嫌なんですよね。はい、これ首根っこ持たれるの嫌なんですよね、これ。はい、これだっちゃうでしょ。ニックは好きっすよ。昼間もしてたけどね、ニック好きなんですよ。レイちゃんは嫌いね。ごめんなさい、持って、はい。嫌いでしょ。こんな嫌いなくさ。はい、ニックおいで。ニック好きっすよ。はい、ちょっと位置が悪いね、カメラの。マリちゃん、はい、いっちゃん、おいで、ランちゃんおいで、ランちゃんおいで、はい、ランちゃんおいで、ランちゃんおいで、ランちゃん、これランちゃん。太郎ちゃんもやっとったね。ポポちゃんもちょっと昼間やったけど嫌がっとったね。なんか台が歪んでんか、これなんかおかしいね。なんか傾いてるよね、気のせいかな。はい、誰行こう。あ、セイコおいで、セイコおいで、セイコおいで、ニックション。骨ガチガタガタやな、ね、これ痛いわ。みっちゃん、はい、みっちゃん、はい、入れ、はい、入れ、はい、入れ、よっしゃ、はい、こんな、もっと背中やんだけどな。
こんな感じでね、ブラッシング撮ったんですよ。あ、ブラッシングのビデオね。それと今日はあの言うてたようにね、これに変えたんですわ。あの引き物取ってね、もう速攻だから、あれ掘るゴミになったけどね、今日これこうできて、こっちのがやっぱりいいですね。やっぱりまあ猫もね、多分痛くはないと思うけど、それとあれ、これ湿度計と温度計ね、これこうできたんですよ。顔でね分かるように、これ笑顔はね調子ええ時みたいだけどね。それであのカメラから見えるかな思ったけど、残念ながら見えないです。だからこの辺にね、ちょっとステーとかなんかこうできてね、ここら辺にね、ちょっとぶら下げてこっち向きに見えるようにね、しようかなとね思ってるんですけどね、こういうのもやっぱりね、まあ、たまにねこれめくってね掃除機かけようかなとね、これでだいぶちゃうかなと、ね、これもね湿度計も今 23.3 度の53ね。あ、ポコちゃん、あ、まだ逃げるな。今日ブラッシングの時はね、ちょっとだけ嫌がらんとね、嫌がってるのは嫌がってくるよね。ちょっとだけねブラッシングできたんですよ、昼間ね。ね、この子もだいぶ懐いてきたね。はい、おいで、はい、おいで、え、はい、あれもね、気分嫌やからね、怖い時があると思うんですよ。これ、K もね、結構ここにね、食いつきよるからね、ええかなと思うね。爪研ぎしとんね。まあ、いろいろね、こっちの方がええかなと。やっぱりね、その、なんでしたっけ、なんかいろいろ言うてくれはったよ、しておったけどね、なんでこれにしたかって言うとね、人間でもそうやけど、緑っていうのを見るのは目にええらしいんですよ。だからここのね、猫もね、やっぱり自然にもともとおったからね、緑いうのもね、やっぱ見る方がええかなと思ってね。ほんまね、ここに葉っぱバーッとぶら下げるのもしようかなと思ったけど、やっぱり噛みちぎられるかなと思ってね。要はなんか作り物の葉っぱ、要なんかぶら下げたりしてはる人おるからね、それ僕もやろうかなと思ってんけどね。でかいな、お前。かわいいでしょ、この子。レイちゃん。おい。コロンって。ごっついんですよ、これ。ほっといかだ。はい。みっちゃん。みっちゃん。まあ、みっちゃんの首はね、何色にしようかな、思いって、ね。やっぱり緑の方がええかな、これ。なんか、上に登りよったんじゃん。ママ、あ、ママ上に登ってる。これでね、ここのね、入れ物とか取った方がええ言うからね、取ったんですよ。それでね、取ったやつをやっぱ本能も、頃からもだけどね、もったいないからね、ここフリーにした時に、ここにね、入れるようにしとくかな思ってね。それでここにあげたんですよ。ここ部屋作ったろうかな思ってね。まあこんな感じかな、今日は。あれ半分だけ入ってんか。頭隠して尻隠さずやってんのめ。トラ吉。おいで。おい。まだ怒ってんな。案外この子ね、意外とあれっすよ。見せてくださいよ。これでは怒るんですよ、ここでは。ここではね、パッて怒ったりするんや。あ、怒れへんね。ここでは意外とね、いけるんですよ。シャークちゃんは。おいで、おいで、チャラコちゃん、おいで、はい、はい、よいしょ、この人怒るんやけどね、はいはい、あ、カメラが嫌な、な、よしよし、はい、カメラが嫌な、よしよし、意外とね、この子ね、こんなに、そんなに怒らないんですよ、怒るけど、あ、今、最後の階段ね、おいで、おいで、一回書くけどね、二回目はこなして。はい。
ょっと転びました。これね、滑っていきよったからね、コロンとちょっと転びましたからね。まあそれにもびっくりしよったかもわからんけどね。な、こっちがね、もう一つ難儀なんですよ。これがね、まだね、ちょっと怒るようなかな。はい、おいで。はい。あ、いけるね。はい。あ、やっぱり手だったことね。まだマシかな、茶袋ちゃんも。まあちょっとまだね、変わってせんと無理っすね、まだ。ねえ。まあちょっとね、無理にって言い張る人おるけど、ね、こうでもしていかんとなかなかね、餌もね、ちょっとずつ与えて言うてるようにね、やっていったりも、これでね、スキンシップ取ったりね、せんと無理かなって。まあ、虎吉がね、結局そのやり方で、まあ、いけたからね、まあ、この子らいけるか保証はないけどね、やっぱり言うてはるように、かなりちゃうかもわからんですね。前に怖がってんかもわからんね、いろんな面で。まあ、なんせね、ちょっとずついろいろ試してやってみます。はい、以上です。はい。